こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。最近、何かとプロの動きが活発化しているのが現状。そんな中 SLBM4 連発。発射実験に成功したとの話が入ってきた。今回はこの話を詳しく見ていきますね。ロは海軍にも力を入れ始めているのか、空母など海洋進出を今後激化させる可能性もあるが、対中政策もロは念頭に入れていた。2020年12月12日、ロシア海軍のボレー級戦略型原子力潜水艦の3番艦であるウラジーミル・モノーマフがオホーツク海中から潜水艦発射型弾道ミサイル、ブラバーの発射を行った。ウラジーミル・モノーマフはロシア海軍の太平洋艦隊に所属する戦略型原子力潜水艦であり、今回はテスト用の模擬弾頭を備えた4発の戦車に成功したという。オホーツク海に展開したウラジーミル・モノーマフが標的としたのは、およそ 5500km も離れたロシア領内北西部の実験場の標的であり、ここへの着弾が確認された模様だ。弾道ミサイル、ブラバー自体は、最大射程距離が約 9000km 以上にも達すると見られており、ウラジーミル・モノーマフなどの、ボレー級戦略型原子力潜水艦の主力兵装となる。ロシア軍の戦略核兵器は、こうした戦略型潜水艦での運用、地上配備型の ICBM での運用、2種類の TU-160 および TU-95 爆撃機での巡航ミサイルでの運用の3手段があり、アメリカに多外した体制である。かつての旧ソ連崩壊に伴う冷戦構造の終焉、それによる両国の核軍縮の時代は徐々に過去のものとなり、再び2021年2月の新戦略兵器削減条約の執行を控え、むしろ強化する方向に動いている。今回、弾道ミサイル、ブラバーのテスト発射を成功させた。ウラジーミル・モノーマフは、2012年頃に戦力化された艦艇であり、ロシア海軍では、最新型のボレー級戦略型原子力潜水艦にあたる。ボレー級戦略型原子力潜水艦は、水中排水量2万4000トン、全長170メートル、全幅 13.5 メートル、水中最大速力25ノット、最大潜航深度、約450メートルで、SLBM 垂直発射塔を16基装備している。海上自衛隊の潜水艦は、当然攻撃型であり、これよりもはるかに小さく。それでも、通常動力型潜水艦としては、世界最大級の水中排水量。約4000トンクラスではあるが、いかにボレー級が巨大かがわかるだろう。現在アメリカ海軍最大の戦略型原子力潜水艦はオハイオ級だが、水中排水量18750トン、全長 170.67 メートル、全幅 12.8 メートル、水中最大速力24ノット、最大潜航深度約300メートルで、SLBM 垂直発射塔を24基を持つ。兵装的には、SLBM 垂直発射塔の数で、
アメリカのオハイオ級がロシアのボレイ級を上回るが、艦隊自体の大きさでは特に排水量の違いが一目瞭然で、その違いがうかがえる数値となっている。ロシア海軍は2020年までにボレイ級戦略型原子力潜水艦を4番艦のクニャージ・ウラジミールまでを収益させているが、今後4隻が建造予定とみられ、うち1隻はすでに浸水までが確認されている。ただこれほど巨大な船体を持つボレイ級戦略型原子力潜水艦だが、旧ソ連時に建造された前級のタイフーン級はこれすら大幅上回る規模を誇っていたのだから、驚き以外に形容する言葉が見当たらない。タイフーン級戦略型原子力潜水艦は水中排水量最大4万8000トン、全長175メートル、全幅23メートル、水中最大速力27ノット。最大潜航深度約500メートルで、SLBM 垂直発射塔を20基装備していた。この巨大な船体は、人類の歴史上でも最大の潜水艦であり、故に乗組員たちの居室にゆとりがあったことはもちろん、ジムやサウナ、そしてプールまでも完備していたという豪華な艦艇だった。1980年代に総数で6隻建造されたタイフーン級戦略型原子力潜水艦はすでに5隻が退役済みであるが、残る1番艦のドミートリー・ドンスコイも今年2020年までの収益となると見られている。ロシア海軍では、このタイフーン級やボレイ級戦略型原子力潜水艦を戦略任務ミサイル潜水巡洋艦と呼称しているが、水中排水量を基準とするならば、巡洋艦どころかかつての戦艦に匹敵する数値といえる。ボレイ級戦略型原子力潜水艦の一番艦、ユーリー・ドルゴルーキーは2013年から収益を開始しており、前述のように8番艦までの建造が予定されているが、すでに次級の計画も進行しているようだ。ただ次級はライカ級という名称で呼ばれて入れるものの、その仕様などはまだほとんど情報がなく、推測ではあるが、搭載する弾道ミサイルの小型化が進めば、船体自体もダウンサイジング化されるのだろう。タイフーン級に搭載されている弾道ミサイル、ブラバーとは、ウクライナのコサック兵が伝統的に使用してきた棍棒状の武器を意味する名称であり、最大10基の核弾頭を搭載できる。弾道ミサイル、ブラバーは、元は陸上での運用に開発された大陸間弾道弾のトーポリ M を戦略型潜水艦の垂直発射塔からの発射用に改めたもので、これに準じて小型化されたものである。